えおはようございます。7月27日朝6時50分の相場解説になります。今、週足を見てるんですけども、週が明けて月曜日になったら必ず週足の方を確認してください。で、ちょっと懐かしいことしますよ。こ、えー、このポイント、で、このポイント、このポイントとこのポイントっていうのを横に結びます。これ、ずいぶん前からずっとやってましたけども、最近やってないですよね。こういうふうになって、まあ、似たようなところで反転して、えー、加工が終わって上昇に転じるってことですよね。こういうふうに上の方に行くようになりますよね、ここで。 で、そこと同じようなポイントが今回、ここに来たのかなと思ったら来てないと。でも、この辺で今ね、上昇に転じているんではないかなと思います。その辺を冷やしの方を追ってみてみます。冷やしの方を見てみると、えー、この黄色いゾーン前引きましたよね。これ。 で、えっ、ー、と、ポイントは、こことここを結んだところってことなんですけども、やっぱりね、案の定、ここで反転してヒーを出して、今、えー、と、要線を作ろうとしてるところなんじゃないかなと思うんですよ。うん、で、えっ、ー、と、4時間の方を見てみますね。4時間の方を見ると、このように、えー、陰線の大きさと同じだけ要線が出ています。これです。ここね。それで今、新しい要線を形成中なんですけども、え学、ー、面通りに行けばこれがね、 このまま上昇に転ずると。ずっと下降にドンと来たところなんですけども、ここから底を作って上の方に向かうんではないかなというふうに考えています。で、1時間の方でそれを確認しますね。はい、1時間の方。V の字を書くようにどうでしょうか。ぐーっとね、下に降りていたのが、このゾーンを突き破って、で、えっ、ー、と、こちら4本。 ね、陰線陽線の頭が揃ってるというお話しましたよね。こっからさらに下に下がるんだよってところが、そのまんまぐっと下に下がっていって、で、どこまで下がるかというところなんですけども、ここも、えー、見てください。陰線と陽線。げの長さもほとんど一緒。これを横に並べて、えー、これがね、転換が起きてるところではないかなって感じるんですよね。 まあですので今日はね、いの方で取っていけるんではないかと思いますけども、ここで N を変えてさらに下に下がるってことはちょっと考えにくいかなと思っております。もし下の方に下がるようでしたら、このポイントをネックラインを越えてからセルで入れば十分間に合いますので、そこは冷静に捉えていきましょう。まずは倍で取ることを考えていきます。それでは本日は以上です。